本番は一度限り、生の舞台は一度限りの公演になりますが、ビデオやテレビだと何度か撮り直しができます。カメラテストで試しの演技をして、次に本番でというように演技ができます。もしもうまくいかなくてもテイク2という本番が待っています。舞台だとリハーサルして、緊張しながら長時間待って、いざ本番となります。失敗を恐れずできるのはテレビやビデオの方でしょう。舞台の本番はテレビや映画のように撮り直しが困難です。本番の時間内で何とか取り返しができないかと考えることになります。大きな失敗では取り返しができません。だから生の舞台では本番は一度限りになってしまうのです。撮り直しができないという緊張は半端ではありません。またテレビではクロマキーという技術を使い合成することもあります。生の舞台でほころびを隠すのは照明を使うことができますが、一応舞台は完璧でなくてはなりません。ビデオやテレビ撮影ですとクロマキーを使い、体裁のいい映像を得ることができます。ブルーバックといって青い布で包み隠すことができます。最近では CG を映画などでよく使われることがあります。技術の進歩で演技の仕方も変わってきます。爆発などの危険は CG ということもあります。 CG を使うことで現実では撮影できない映像の作成ができたり、制作スキルがあれば修正や変更が容易になったりします。しかし高価なソフトウェアやハードウェアが必要となります。 CG は危険な場所や遠方の場所での撮影をする必要がなく、天候や自然災害などの影響をほぼ受けることもありません。現実では撮影できない映像を作成することができるので、 SF 映画などに特殊効果を加えることができます。CG の活用は映像制作の幅を広げ、より魅力的な映像を作るための有効な手段です。ただし CG の特性やデメリットを理解した上で適切に活用することが重要です。生の舞台と融合するものも登場してきています。生か CG かの境界線が薄れる未来舞台です。